一般マスコミも報道した試合映像で検証する顔面崩壊の女子プロ生産マッチ「よしこ対安川アクとはなぜ制御不能に陥ったかこのチャンネルは毎週土曜午前10時に公開チャンネル登録・高評価よろしくお願いしますまた応援していただけるスポンサー様も募集しています 詳しくくは概要欄をご覧ください。一説では120以上も存在するといわれている現在の日本のプロレス団体各団体が今日もどこかで興行を打ちそれぞれの場所で数多くの試合が行われているそのほとんどの試合はそれを見た観客に喜怒哀楽やその他いろいろな感情を抱いてもらうために行われている広い意味でのエンターテインメントである だがプロレスの長い歴史の中には観客に見せるためのエンターテインメントという意識が全く失われたシュートマッチもたくさんあったこっちがやらねば本当にやられるからやるしかないという状況で行われるシュートマッチは客が見て面白いとは全く思えない。それは、 ある場合には退屈な試合合と言われ、ある場合には通常のプロレスの試合では考えられないような凄惨な試合になることもあった。とはいえそんなのは20世紀の話21世紀になってコンプライアンスが厳しくなってきた昨今ではちょっとした流血試合でさえめったに見られなくなってきているましてルールやお約束を逸脱した選手同士の遺恨に基づくシュートマッチなどもう起こらないだろう そう思っていいいるる人もいるかもかしれないだがそうとも言い切れない今回のテーマは2015年2月22日のスターダム後楽園ホール大会での吉子対安川悪人この試合は本人たちにそうするつもりが最初からあったかどうかはわからないが結果的にはガチのシュートマッチとなってしまったこの試合の後安川は都内の病院に救急搬送された。 穴からはおびただしい出血そして頬と目が尋常でなく腫れ上がっているその安川の顔を翌週の「週刊プロレス」が表紙としてデカデカと掲載したさらにこの試合の写真がネットのニュースサイトで拡散さらに生産マッチ顔面崩壊公開リンチなどの言葉とともにテレビのワイドショーなど一般マスコミでも報道されて社会的に問題視される事件となったでは 7分45秒で終わったこの試合は果たしてどんな内容だったのかそして当事者であるよしコと安川はその後どうなったのだろうかまずは試合開始直前のリング上での出来事そして安川とよしコの関係を見ていこうリング上にはよし子と安川以外にロッシー小川社長と風花 GM さらに安川のセコンドとして大江戸隊のメンバーが立っている。 この試合はスターダムのシングル最高位の王座であるワールド・オブ・スターダム選手権試合であり第3代のチャンピオンがよしここの場で調印式を行おうとしているようだが揉めている本当にしてるになったらその制御を見せろ切ってんの 你肯定来啊！<music> <music> この後も土下座がどうしたこうしたというぐだぐだしたやり取りが続き大江戸隊を含めた乱闘に勝ってまあテコでも動かないし子の意思に関してですねおそらく木村選手が先ほど耳打ちしたのはもうこうやって強引にでもタイトルマッチを始めてしまおうという。 でもこの時点で、もうよしこは完全に何も納得も何もしてないんですよね。さあここでがリングを降りて、はい、乱闘のごたごたの中で、リングサイドに戻っていた、六木・小川の前に置かれた調印書に、よしこがサインし,して、ようやく試合が始まった、この時点で、もう決定ということですよね。タイトルマッチとしてに、正式、はい、決よしたというこもそ,、ねはい、それをあのしっかりと意思表示したということですね。はい 安川顕人はスターダムの3期生として2012年2月にデビューしたそれ以前から安川由加の名で女優としても活動していた彼女は幼少期にはいじめを受けさらには自殺未遂を起こしたりあるいはか離性人格障害やバセドウ病といった病気にも苦しんだりといった壮絶な人生を送っていたそして2014年4月にはバセドウ病の症状が悪化して入院 6月には白内障の手術も受けるなどして欠場を続け12月7日の新騎馬大会で復帰しているこの2014年をはじめとして病気やけがによる欠場が多かった安川だが美女レスラーとして会場人気は高かった団体としても彼女をプッシュしていることは明らかでスターダムの4周年記念日だった1月18日にはワールド・オブ・スターダム選手権への安川の挑戦が決まった さらに、この2月22日の試合の1ヶ月後の3月28日には安川自身の半生を描いたドキュメンタリー映画「がむしゃら」の公開も迫っていた一方でよしこが安川のことを気に入らないと思っていたのは間違いないもちろん彼女たちの不仲には世間には伝わっていない当事者同士でなければわからないいろいろな理由もあっただろうしかし想像できる理由もある 安川は前年の試合をほとんど欠場していたそれにもかかわらず復帰するや否や団体最高位のベルトに急に挑戦するということに対してよしこが不満を抱いたとしてもおかしくないスターダムに限らず男子も含めてどの団体でも急にタイトルマッチが決まることもなくはないが大抵の場合その団体の最高位のベルトに誰かが挑戦するまでにはそれなりの因縁やストーリーを展開させるのが普通である。 見えるる理由は他にもある今回のこの試合の調印式は本来は数日前に行われるはずだったしかしその日安川がインフルエンザのため欠席したのだよし子がマイクで言った「おめえが家から逃げたんだよ」という言葉にはこのことも含まれていると思われる「病気になったんだから仕方がない」ではなく「コンディションを整えるのもプロの仕事だ」とよし子は言いたかったのかもしれない。 さらによし子はこの試合のおよそ1年後シードリングでの復帰戦を前に東京スポーツのインタビューでこう語っている勝ちたい気持ちだけだったそのために練習しているんだし自分は練習してないやつとかに負けたくないんです練習してるしてないの差もあったと思うただプロとして怪我をさせてしまったのは悪いと思うし反省しないといけない点もあって相手には謝りましたここで、 は自身と安川の練習量の差について言及しているよしことしては練習していないにもかかわらず団体のプッシュによって自分が持っているベルトを奪おうとしている安川に納得がいっていなかったのであろうでは実際の試合内容を振り返っていこうい開始直後ゴングが鳴ったがよしこはコーナーから動かずさあタイトルマッチのゴングが鳴りました。はい 安川がリング中央に来てにらみ合う <laughs> 安川がシコの頬にグーパンチシコも同じくグーパンチで反撃さあこれックルということですぐに和田恭平レェリーがチェックに入ります。はい まあ、そうナックルを使っているということです、ね。聖子、はい、に関しては。そうですね、はい、お互いに、まあ、あの、悪とか仕掛けて。よしこは、グラウンドに持ち込む、ナックルを打ちつける。で、ここで馬のりになって。はい、ナックルだぞ。ナックル入ってんぞ。この時点ですでに、安川の鼻からは大出血やや。やらしとけ。やらしとけ。いいよ。

今ーーよしこにはグーパンチするな、はい、と指導よしこにはあのグーでは拳で殴るなよっていうことを言ってます、ねまあ、でもお互い拳で殴ってますからね,そうですねたまたまよしこは鼻が折れなかっただけなんで、はい、あなるほど。は まあ仕掛けていったのはクトのほうですから、ね、よしこは殴られたまあまあ黙っているわけにもいかなかっただろうしもちろん、それやり返しますよねたまたま,ま鼻に入ってしまって、まあ、でも、この時点でお客さんが引いているとかあの、まあ、まだ応援していますからね、ま、だれこれ以上やったらどうとかということを多分本人たちもプロだったら分かっていると思うんですけど。

あの組んだときでも悪斗もあの戦う意思があってちゃんとまたグーで殴りかかっていってるんですよね、はい、やっぱりヨシコの一発の方が大きいからここから悪斗が戦い方を変えましたね悪斗悪斗悪

まあ、もちろんぶつけてますけど、お互いにだけど、はい、ここでプロレスに戻そうと努力しているように見える本当に初めからボコボコにしてやろうっていうことではないですからねああいつもの,あの画面越しとかやるつもりなんじゃないですか、これ今、はい、ほらあのロープのところに持っていって。ああ <laughs> 髪を掴んで放り投げる女子プロレスによくあるムーブまあまあそれで顔面をしてスイズモのヨシコのパターンですよねあーかなかった、うん、まあヨシコにしてみればヨシコがフロントネックロックをかけるがヤスカーは全く抵抗できないもうこのアク明確に上回って、うんはい、そうですねあと今これで結局動かないから何もできないんですよヨシコもなるほどあのっっ困って技を解きリング中央で様子を見るヨシコも 困ってますよねねこれは、ねだってまあ、アクトとしてもこれだけの出血量があるんで、はいうん、鼻がこの時にはもう完全に折れてるんですよね。はいうん、もう完全にできない状態でですよねね試合を、ね、でも、意思としてはアクト選手やるると言ってる、はいはい、止めるわけもいかないし、うん、やらなくちゃいけないしよしくって攻めなくちゃいけないし、はい、これでだから意思があるんだったら何かアクションを起こしていかなきゃいけないけども。 何もしないから再びグラウンドで佳子が上になりパンチあるいは小艇で攻撃。

だ、おそらくこの時点で、えっと、まあ、報道で出たように。場外カウントは進んでいる。外し出された安川の顔。特に右頬が大きく腫れ上がっている。リング下の安川を見に来た和田。あ、やばいな。危ないな。危ない。危ない。リングに戻った和田は、ーカとロッシーの方を見る。 安川はリングに戻ろうとするが、それを止めるセコンド、和田がセコンドにタオル投入を指示。木村京子が青いタオルを投げて試合終了。こ和田強兵デフリの方がセコンドにタオルの指示。この時点では TKO で義彦の3度目の王座防衛となった。木村の方に。 その意志を伝えて投げさせたんでしょうね。 ヤスカワがリングしたからプロレスやれこのクソチャンピオンチャンピオンじゃねえよお前なんかプロレスやれプロレスやれと絶叫 <laughs> 絶叫したままセコンドに引きずられるようにして控え室に戻っていくヤスカワ 試合終了後安川は都内の病院に救急搬送され大骨骨折鼻骨、はい、骨折,骨折左眼下低骨折、はい、さらに両目の網膜浸透症の決断が下されたことからこの試合が社会的に問題視される事態に発展したこれを受けてロッシ小川代表らが記者会見を開きこの試合を無効試合としよしこの王座を剥奪し無期限出場停止とすることが発表された。 そしてこの試合はある種の事件として一般マスコミでも取り上げられることになったで実際にだが当時この試合を最初から最後まで見た人はどれくらいいただろうかこの試合がそれほどまでに話題になってしまったのはよしこに殴られて病院に行くことになった安川の鼻からの大量出血と腫れ上がった顔の画像のインパクトによるところが大きいだが 今回私が試合の直前から試合後までを通して見てみた結果思うことはいろいろある一番に思うのは安川のプロレスの実力がなさすぎるという点であるこの試合で最初にグーパンチを放ったのは安川の方だがそれ以降安川が優位に立っている場面は全くないもちろん早々に鼻を骨折して鼻血を出したから本来の力が出せなかったということはあるだろうしかし 実際のの戦いい話だけではない試合が始まる前調印式をめぐるリング上でのマイクでのやり取りの時も安川はなんだかおかしかったその場の空気に沿ってイラついた調子で「誠意を見せろ」というよしこには違和感はないだがそれに対する安川の「土下座は嫌だ」という言葉その時の言い回しが変な棒読みというか変に芝居がかっているというかとにかく変である。 そして試合終了後のプロレスやれプロレスやれの絶叫もいかがなものかこの安川の絶叫には神戸ワールド記念ホールで北尾浩司がジョン・テンタに言った「八百長やろう八百長ばかりやりやがって」に近いものを感じる通常のプロレスではなくなっていた試合の途中で我に帰ってプロレス的な攻防に戻そうとしたのはよし子の方なのだ プロレスやれと言っていた安川の方こそプロレスができなくなってしまっていたのであるともかくこの時点での安川には身体能力技術場の空気を読むプロレス的センスいずれの面にしてもプロレスラーとして足りない部分が多すぎたそう私は思うもちろんグローブをつけての総合格闘技の試合でもないのに殴りすぎたよし子もまずかった そこを反省したからこそ安川の病室に謝りに行ったのだろうただ試合中の佳子は解説のブル中野が言うように安川よりまだ冷静さを持っていたと思われる試合を見ても佳子が安川を公開リンチしたという内容ではないだからこそ試合後の彼女はトースポのインタビューや YouTube でのブル中野との対談でも語っているようになぜこの試合がニュースで流れたり自分が SNS で叩かれたり 自分がスターダムをやめることになったりしたのかわけが分からなくなっていたに違いないそもそもレフェリーがもっと早く止めればよかったのにとも思うもしこれが総合格闘技のリングなら1分もしないうちにレフェリーストップになっていただろうだがこの試合のレフェリーは和田恭平だったプロレスのレフェリーはよほどのことがないと止めないだが この試合についてはよほどのことになってしまっているという判断を下すのが明らかに遅かった和田は40年以上のレフェリー生活で喧嘩マッチ寸前となった試合は何度もあると言いつつも実際に一線を越えた異常事態に出くわしたのはこの試合が初めてだったと述べているまた選手権だからなかなか止められなかった部分はあるとも言っているそして最後にフロント ロッシー小川も風カも2人のフナカを知っていたにもかかわらずこの試合はヨシコが安川に王座を奪われるブックになっていたといわれているフナカと言ってもそのレベルにはいろいろあるだろうが周囲の人間がすでに知っているほどのガチのフナカならばブックに関して前もって両者にきちんと納得させる必要があっただろうそれが納得できないのならば両者を挑戦させるべきではなかったのではないだろうか この試合がきっかけとなってよし子と安川は2人とも一旦引退したよし子の引退は「遺留したが本人の意向が強い」ということで5月31日に発表された続いて6月14日には引退セレモニーが行われたがセレモニーの最中に白井祐が「最終的に決めるのはよし子ですけど仲間である私たちは絶対に諦めません」「このあと1カウントゴングの予定でしたが」 ンンカウントゴングを鳴らしていませんとマイクで発言しテンカウントゴングが鳴らされないままヨシコはリングを降りた一方安川はこの試合の後一旦9月23日に復帰戦を行ったが視力の回復が困難という理由により12月23日の後楽園ホール大会で引退しただが不本意な引退をしてしまったヨシコはほどなく復帰の思いが高まっていきヨシコから「 ヨシコに改名して2016年3月7日のシードリング後楽園ホール大会で現役復帰安川も2021年12月14日アクトレスガールズ後楽園ホール大会で一夜限りの復帰戦としてリングに上がりその後も2022年10月30日の後楽園ホール大会以降アクトとして継続参戦している。 引退からの復帰については彼女たちだけに限った話ではなくプロレス界ではあまりにもありふれた話なのでいいとか悪いとか言うつもりはないそしてプロレス界に絶対はないのでこの先何が起こるかはわからないだがしかし何があったとしてもやはりもう2人は関わるべきではない関わったところで安川もよし子も関係者もファンも誰一人幸せにはならないだろう よしこが悪かったのか、ヤスカーが悪かったのか、どちらも悪くはないがどうしようもなかったのか、あなたはどう思うだろうか。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週土曜午前10時に公開。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、応援していただけるスポンサー様も募集しています。 詳しくは概要欄をご覧ください。